待たせしました。ツナの和風の醤油スパゲッティでございます。こちらボンボレブランコでございます。 色おかしくない？ちょっとボンゴレミヤンコってこんな色でしたっけ？いただきます。いただきます。もう食べていいですか？じゃあ先にいただきますよ。いただきます。いただきます。うまい。うん、うまい。うん、あら待って。ええ、あら、え、僕ボンゴレミヤンコ頼みましたよね。ボンゴレビアンコって辛いんじゃないの？ちょっと待って、あ、辛いほんとに。これちょっと色がやばいもんね。え、うん、なんですかボンゴレ、うん、誰？ボンゴレって辛いんじゃないの？いやいや、ボンゴレは辛くないです。辛くないよ。ちょっと待ってくださいね。念のため、間違いかもしれないです。そんなに？え、めっちゃ辛いっす。めちゃくちゃ辛い。誰？一番お腹空いてたのに。誰ですかこれ頼んだの？え、俺か。いやいやいや誰これいたずらしたの？やめて。正しいごボンゴレはこちらでございます。全然違うやん。どっから出してきたよ。全然違うし。こちら正しいボンゴレでございます。全然色違う。やばやばいです。ただ1個言っていいですか林さん。はい。ポポラマーマ級にもちもちしてます。えそんな美味しいパスタなの？はい、どうせ普通のパスタでしょ。いただきます。うん、確かにそれ先でしたね。おいしい。忘れてた。めちゃくちゃおいしい。生パスタですか？なんですかこれは。すごい美味しいですね。生っぽいですね。生パスタですか？生パスタでございます。いいですよね。おいしいわこれ。本当に美味しい。竹崎さん、すごい。なんか僕ずっと気になってるんですけど、カルボナーラ頼んだはずなのに僕のも赤い。え？レンボナーラ頼んでないですよ。赤のなんとか頼んでましたよ。マジです。え、何だったの？いや、赤いカルボナーラっていうのは普通に頼んだんですけど、僕のも激辛かもっていう激辛ごっこしようと思ったんです。もうしょうもない。それはね、分からん。トムハッピー分かんないですよ。それは分かんないよ、トムハッピー。トムハッピー難しすぎる、ね、俺たちまだ コンビ歴が2時間ぐらいだから。それはあうんの呼吸じゃ分かんねえわ。すみません。ちょっと罰ゲームでこれが食べてくる。あ、これ、食べてみたい。ちょっと今までに見たことない、なんかマグマみたいな色して。いや、マグマ食でやばいっすよ。結構、なんか食べてないのに震える。これ本当に桑田さんまた大げさと思ったけど本当のやつか。もう匂いからすごい。あら。ほんまかこれ。何だ。怪しいリアクションやな。